こんにちは、アラスです。ケオンダー、よそいニック。何それ、スペイン語で How's it going? あ、ね、そうそう、日本語どっかの方言言ってたことあ、本当に。でもやっぱスペイン語は近い。あと、もしかして俺の発音はスペイン語に、あ、日本語に近いから、ね。あ、なるほど。日本語ながらのスペイン語かもしれない。ダメシカバエロス、ケタ、うん。今スペイン語勉強してる。勉強イマージョンしてるね。最近やっとちょっとだけ喋ようかなって思ってきました。はい。じゃあそれについてもまた他の。そうですね。はい。はい、で今回は、まあ、よく使うっていうか、まあ、日本の英語学習とかでもよく聞く、うん、My hobbies。My hobbies。日本人めちゃくちゃ言う。そう。My name is, I'm from, my hobby is。そう。でしょ。でね、うん、My hobbies って別に間違ったら全然ない。間違ってない、一切。ですけど、そこにニックの見解を聞きたいなと思って、なんでかっていうと、これ、たまにね、My hobbies っていうのは、なんか言わないみたいなことも聞いたりするんですよ。どうなんですか？合ってます、まず。ハビを考えると、多分日本語でも同じかもしれないんだけど、ハビシャープってある？ハビシャープ？ないかもね。アメリカのハビシャープはね、例えばガンダムの、なんか、わかる？作る、そう、とか、そういう、あの、なんていうの？ What's tank again? 戦車？戦車。戦車のやつとか、カードとか、まあ野球カードとか、そういうのを、すごいちゃんとしてる、コレクトするとか、自分で作る。なるほどね。ちょっとオタクっぽい気分。そう。なるほど。すごい、もうマニアックに集めていくような。うん。うん。だから、そういうのをホビーっていう。それはハビーっていう。とか、コミックス、あの、漫画を集めるとか、そういうのは、俺からするとハビーなんだけど、うん、My hobby is hiking とかを言っても、まあ、これ日本に今14年ぐらいいるから、慣れたかもしれない。その My hobby is って言われることをね。そう。だから、もし俺は自己紹介したら、Hey, what's up everybody? I'm Nick. I'm from America. I've been in Japan for 14 years and I love jujitsu, boxing and going to the gym. I love とか、so. I like とか。Or you'll see me at the gym.Or jujitsu. なるほどね。そう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 。そういう言い方もあるんだ。You'll see me on Mount Fuji climbing almost every weekend. とか、なんか、なるほどね、ちょっと工夫した言い方。少しちょっとこう、インダイレクト。そう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 。だから、My hobbies っていうのは、あんまり使わないってこと。My hobbies、そう。どうだろう、その、見てる外国人、アメリカ人とか、イギリス人がいれば、教えてほしいんだけど、My hobby だと、結構なんか、すごい決まってる。毎週の土曜日の5時から、あ、そうなんだ。そうそうそう、友達とカードをトレードしますみたいな。うん、だから、うん、じゃあたまにサッカーするのが好きとかでさ、例えば趣味何っていうのはサッカーしてますっていう時、My hobby is playing soccer とか言えないんだ。俺だったらね、What do you like to do? って聞く。ああ、What's your hobby じゃないんだ。What's your hobby じゃない、 What do you like to do? Or...なるほどね。What are you doing in your free time? What are you doing in your free time? What are you doing in your spare time? What are you into? ああ、なるほど。into ハマってるの。into そう、ハマってるの。なるほどね。だから、ハビだと、でも、聞かれたら、What's your hobby? って聞かれたら、何にも思わないで答える。わかる？そういう日本語もあるじゃん。なるほど。だから、違和感は別にないんだけど、そう。でも、意外と使わ、考えてみると使わない。そう、だから、インプットしては違和感ないけど、アップとしては使わない。なるほどね。だから実際そんなに使われないけど、別に使っても使っても構わないと思います。全然構わない、うん、なるほどね。そうだね。なるほど、うん、じゃあまあもしもっとネイティブが使う頻度に合わせたいっていうんだったら、うん、What's your hobby とか My hobbies じゃなくて I like doing、 I love doing、あとはなんだっけ What do you like in your、What do you like to do? Exactly、 あとはあと、ね、もう一個のちょっと失礼なこと言っていいですか、うん、日本人は訳寝ることとか、なんかお酒を飲むこととか、はいはいはい、Netflix を見る、なんか多分わかんない。俺アメリカじゃないから、一人のアメリカ人からすると超つまんねえなって思っちゃう。あ、そうなんだ。そうそうそう。趣味は何ですかみたいな、何するのが好きなのって話になった時に、うん、Netflix とかとかな。まあ、Netflix はまだギリギリだけど、寝るとかなんか お酒とか。お酒が趣味ってよく聞くよね。そうだね。なんかさ、アメリカ人めちゃくちゃ週末に何をしたか聞くじゃん。うん、あれ聞くね。分かる。Do you そうそう、うん。なんか、なんかの面白い内容を探ってるのに、ね、あれが出るとさ、うん、あ、まあこれはもちろん個人的な意見なんだけど。ちなみにさ、How's your weekend?
ってもうお決まりじゃん。月曜日に仕事行ったら大体聞かれるんだよ。聞かれる。だから挨拶、おはようございますと一緒。でも大したことしてないだったりするじゃん、週末って。でもたまになんかすごいこと言う人いるじゃん。そう、なんかいろんなとこ行ったりとか。そうでしてない人はどうすればいい。してない人は嘘をつけばいい。あ、嘘をつく。そう、とか大げさに言うとか、よくわかる。まあ別に not much, I just chill. でもなんかそれだったら冷たいんだ。冷たいんじゃなくて、なんかそういう会話が始まらない。なんかさ、いきなり日本人にさ、How, like, are you close with your family? って例えば初めて会った日に、はいはいはい、絶対聞かないじゃん、そういうの。確かにね、プライベートな感じで。そう、アメリカは全然ありえるでしょ、そういうの。なるほど、うん、これももちろん文化の違いなんだけど、うん、結構介入してくるんだ。うん、まあオープンだもんな。なるほどね、まあ文化の違いありますね。だからハビでどんな人が分かるようにできるから。なるほどなるほど。 It's to understand what this type of person is and if you could get along with them。 うん、だからそこでまあ自分のパーソナリティをこう表すようなことをそうちゃんと言えるようにしとくのが大事だから、うん、例えば野球が好き。 I like going to baseball games on the weekend、うん、あ、俺も野球好きなんだ、うん、I love it too, you wanna go? みたいな。なるほど、ね、I love baseball。 早っ。早い。俺軽いやつかもしれない。ただの軽いアメリカ人かもしれないんだけど。でも、ハビは使ってもいいです。なるほど。I love ing でもいいです。うん。I love ing。I like ing でもいいです。I like ing。まあ、いろんな indirect の。My perfect Saturday is climbing, わかる。My perfect Saturday is climbing Mount Fuji with us とかみたいな話。なるほどね。はい。ということで、まあ、my hobbies は使ってもいいけど、あんまり使わないってことです。そうです。はい。ということで、はい、皆さんも、まあ、my hobbies ばっかり使ってる人は、ちょっとずつこう変えていっても面白い。まあ、それも言語の楽しみだよね。そういういろんなパターンがあって。そう、うん、ね、うん。とても忙しいとか、めっちゃ忙しいとか、うん、マジ忙しいみたいな、いろんなあるから、うん。うん。いろんなのをどんどん使っていきましょう。はい。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。